こんばんは。福岡の質屋春町支店の吉住かなです。前からですね、半歯防備を締め方をいろいろやってほしいということで、友人からリクエストをもらってたんですが、ちょっとなかなか半歯防備をする機会がなくてですね、今日はたまたまちょっとしておりますので、半歯防備を手の部分をこういうふうにちょっと2分の1にします。もうこれはどの手でも2分の1です。で、大体ですね、自分のこの半分、この体の半分に、名古屋帯をこう、たたんでしまうときの三角をこう作るように、こういうふうに三角を作れます。はい。で、ちょっと多いですね。こういうことですね。で、これをですね、巻きつけていきます。今二重巻きにしました。で、これをですね、手を上にして、こっち側で結ぶと文庫形です。なので手を下にしてですね、手を下にしてこちらをひっくり返して、下からすべて引き抜かずに、ここでぐっと締めまして、手をタレをおはしょりよりもちょっと多めにこう押しまして、そしてこれをこう持ってきたいんですけど、これがこういうふうに多すぎますよね。多い場合はちょっとここで調整しまして、そしてあ、ごめんなさいね、ちょっと手があれでしたね、略しましたね。こう一辺切り揃えまして、こう持ってきて、こう、そしてこれでこう持ってきます。長い時間こう背もたれに座るような、お席にずっと座るような時には便利なので、それこそなんか長い時間歓迎される時とか、それこそご旅行であるとか、そういう時には向いてる、後ろがぺったんこなので崩れないタイプだと邪魔になりにくいので、いわゆる仕事のしやすい半幅帯の締め方ということになります。で、こうやって帯締めをすればきちんと感も出ますので、こういうふうに帯締めを通されるとなんか軽い半幅帯な感じに見えないですね。はい、ということで今のが、変わり貝の口でした。で、これすいません、私のはちょっとこれ今角がですねちょっと少なかったので、グッと、で、多い場合はここで調整しまして、ということで、この角が出てるのとここが平行であること、これがこう平行であることと、この角が、なんか手をちょっとさっき一番最初に調整しましたけど、一番最初の取り方で良かったですね。ことで、これが変わり替えの口です。なので、この角の下にですね、角の下にこう入れまして、こっちはこのまま、で、このままこうして、で、これでせーの、ふっふっと持ってきます。はい、で、ちょうどこの子ですね。
という感じで、これが手の甲上に結びます。で、手の甲上に結ぶっていうのは全部文庫形の文庫形です。で、手が下で垂れの方で結ぶのが貝の口形だということで、この2種類しかありません。で、こんな風にとにかく蛇腹に、蛇腹って言い方が正しいんですかね、屏風畳で下を長めに、上をちょっと短めに、微妙にですよ、微妙にです。そんなにないで、もう本当に指1本分ぐらいの差で、こういう風に設定をします。こういう設定をします。はい、でですね、これをここですから、こうやってして、でちゃんと普通の文庫のように真ん中を引っ込ませて、こういう状態で、ここでグッとしますね。で、これもグッとしまして、で、私、名前違うのかもしれませんけど、これ勝手にカキツバタと呼んでおります。これ勝手にカキツバタと呼んでおります。すいません、違うかもしれません。カキツバタです。それで、これを入れまして、でこれをくる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 と入れて、グッと、これを台座にしたんですけど、でこれもまあ二重文庫、なんか名前があると思うんですけど、文庫が蛇腹になることでこう派手になるんですね。で、下を少し長めにしますので、こう、ということで、こういう感じですね。それで、まあ、こうやって立てるんですよ。これが変わり立て屋でございます。はい、勝手に私が作りました。はい、で締めるとキュッとなく、博多織の、半幅帯で、貝の口と、カキツバタと、それから羽を2倍にすることで重ね文庫っていうんですかね、重ね文庫で、今のが立てることで立て屋ということで、4種類編みましたね。はい、ということで、これが貝の口になるわけですよ。こっちが貝の口になるんですね。で、この時はひっくり返して、そうですね、こうですよ。角が出てることと、これがここに平行になってるのが、お見苦しくて申し訳ありませんでした。はい、なので、半幅帯は、私もなるべく慣れようと思います。手をとにかく、手の方を上にするか、垂れの方を上にするか、結ぶかによって文庫形になるのか、貝の口の形になるのか、その2つのパターンということですね。で、まあ半幅帯はですね、約束事はそんなにこうじゃないといけないというのもありませんので、自由に遊んでいい帯じゃないでしょうか。ということで、博多帯での半幅帯で締めました。なのでこれは静かにしてるとキュッキュッ泣きます。はい、なのでお茶席には向かないと言われてますが、お稽古にはお茶の稽古にはいいんじゃないでしょうか。とても丈夫な帯ですので、
これ母から譲られたものですけど、もうびくともしませんので、さすが博多織だと思います、はい、でなるべく着物を着る機会をたくさん作って着ましょう、はい、ということで今日はこの辺で失礼いたします。